こんにちは、ケイダです。今日は銀魂のおすすめ運曲を紹介していこうと思います。迷ってる方はね、ぜひ参考にしてください。今回第1弾のものも合わせると合計9体運曲にできます。さらに第1弾の高杉晋介の超究極も合わせるともう合計10体になりますんで、まあ、かなり多くなってます。なので結構ね、そのどれを優先して作ろうかなとか迷う方もいると思うので、今回はそれも紹介していこうかなというふうに思います。まずは第2弾のキャラから見ていきます。1体目ヤグキューベイ。このキャラはおすすめ度3、優先順位も高くなってます。性能としてはリジェネ、アンチダメージオール、ゲージで魔法陣ブースを持ってる反射タイプですね。でスピード型で結構足速いんですけども、攻撃力もまあまあ高くなってます。でまあこいつのね、何がいいかっていうとブーストなんですよね。アンチ魔法陣ではなく魔法陣ブーストなんで、魔法陣が出るクエストでは火力枠になります。で結構降臨でこの魔法陣ブーストを持ってるキャラってめちゃくちゃ少ないんで、まあ、パッと思い浮かぶのはカナンとかと似てるんですけども、まあ、本当にそれぐらいしかいないかなっていうところなんで、かなり優秀ですね。さらに友情コンボ爆破拡散弾も、これはベートーベンとかと同じなんですけども、特に近距離で火力を結構出せるものなんで、魔法陣ブースト状態だったらかなり強くなります。で SS も貫通変化&弱点大ダメージのものなんで、まあ、これも結構魅力的ですよね。ボス火力もしっかり出せるキャラなんで、まあ、普段は反射タイプで雑魚処理とかしながら友情でダメージを与えて SS でボスに火力を与えることができるんで、結構本当に火力枠になる優秀な音楽だなっていう風に感じました。これはね、絶対作っておいて損はないと思います。ダメ魔法陣の、まあ、リジェネもね、地味なんですけども活躍するんで相当優秀ですね。なんか激究極でいそうな性能だなという風に感じました。2体目仮面の通常バージョンですね。こちらのおすすめ度も3になってます。ぜひ作っておきましょう。アンチウィンド、アンチ魔法陣、ゲージでアジンキラー M を持ってます。今回は超究極もあるんでちょっとね、性能抑えめかなっていう風に思ったんですけども、まあまあいいですね。これギミック対応力は現環境では活躍度低いんですけども、ウィンド魔法陣ってめちゃくちゃ数少ないとこ持ってるんで、ダブルギミック出た時はね、結構優秀かなというふうに思います。でも一番の魅力はやっぱ友情コンボですよね。全敵ロックオン衝撃はこれロビンの進化のものとかと同じものなんですよね。ちょっと前だったらその限定キャラについてた友情コンボ持ってるんで、通常バージョンとはいえど侮れない性能だなっていうふうに感じました。あとアジンキラー M ですね。モンスト内でアジンキラーっていうのはもうトップのキラーなんですよ。コラボとか来ると大体の敵がアジンです。で他にもね、モンスト内でもアジンがめちゃくちゃ多いんで、一番汎用性が高いキラーと言っても過言ではないと思っています。それをもらってるんで、あんまりギミックが出ないクエストで敵がアジン族だった場合結構使えるし、まあ、かなり優秀なんじゃないかなというふうに思いました。通常バージョンもぜひ作っておきましょう。もちろんね、通常バージョン曲作って超究極勝てばいつでもスライドできるんで1体だけでもいいんですけども、まあ文章力を減らすためとか進化スライドめんどくさい、まあ僕そっちタイプなんですけども、めんどくさいって方はぜひ2体作っておきましょう。次、超究極の方ですね。こちらのおすすめ度はもう3マックスですけども、ちょっと赤星ですね。超究極なんで。性能はアンチダメージオール、ゲージで超アンチアップ、カッコラックですね。カッコラックっていうのは、ラック数が多いほどこの倍率が上がっていくんで、ラック1だったらただのアンチワープなんですけども、ラックを混ぜていくとワープ出た時の火力が上がっていきますという感じですね。このキャラは主力ギミックの2つに対応できます。ダメオワープですね。さらに通常バージョンと同じ全敵ロックを持ってます。これもまたいいですよね通常バージョンだけかと思いきやこっちも全敵ロックを持ってます。さらにこれ SS の火力めちゃくちゃ高くて、まあ、自強化の後に、その近くの敵に連続蹴りを放つんですけども、最終的な蹴りの判定がでかいんで、まあ、ボスに対して特にね、その判定いっぱい拾って、火力を与えれるキャラかなというふうに思いました。まあ、かなり追撃のところが強かったですね。めちゃくちゃね、右手が主張されてるんですけども、足蹴りするっていう謎のあれなんですけどね。はい。特にね、運極にすれば、殴りの火力もめちゃくちゃ上がるし、近畿の10人の5区とかでもね、使い分けできるかなというふうに思うんで、優秀なキャラかなというふうに思いました。さすが超究極って感じですね。活用頻度で言うと闇魔力と同じぐらいになっていきそうですよね、今後。なのでぜひ超究極頑張ってクリアしましょう。次は坂田金時。おすすめ度は1になってます。アンチ重力バリア、ロボットキラー、ゲージでアンチ減速壁ですね。友情コンボの中距離拡散弾にキラー乗ってきます。さらに自強化プラス停止時に範囲攻撃、状態上攻撃なんですけども、これも結構優秀です。ただ、まあ、現環境を使えるクエストがほとんどないんですよね。重力その減速壁が特にそうなんですけども、減速壁のクエストが少ないからアンチ重力バリアのロボットキラーのみの
性能になってきます。そうなった時にめちゃくちゃね、代表キャラもいるんで、未来に期待なんですけども、ただまあ、その未来にこのキャラが活躍するっていうところも、ロボットがたくさん出るクエストじゃないと、そもそも活躍が難しいと思うんで、そんなに無理して作る必要ないかなというふうに思いました。まあ、アンチ元素壁のこの怪しさがね、ちょっと気持ち悪いですけどね、最近。そして第2弾の最後ですね、見回り組のお二人でございます。おすすめ度は2、性能はマインスイーパー、アンチ重力バリア、降臨ではね、超貴重なギミック対応を持ってます。自強化プラス追撃 SS を20ターンで使えてね、これかなり優秀ですね。ただ、友情コンボのスターレーザーは範囲があって、まあ、当たらない時も結構あります。しかもね、これね、ちょっと良くないのは、アドブタですね、と被ってるんですよ。なんで、アドブタの運極作ってる方は、まあ、使わないかなと思います。ただ、作ってない方、まだ強奪挑めないよっていう方は、性能的にはめちゃくちゃダブルギミックでね、使いやすいと思うんで、優秀なキャラかなというふうに思います。本当にね、アドブタがね、ほぼ完全上位互換としてね、訓練してるんで、なかなか難しいところありますよね。なぜ同じ性能にしたのかっていう感じがあるんですけど、まあ、闇属性で、マインスイーパー重力割りで少ないんでね、作っておきましょう。時は遡りまして、第1弾ですね。沖田総合、こちらはおすすめ度2になっています。マインスイーパーアンチブロックのゲージなしのキャラですね。非属性の中でもかなり希少な性能を持っています。マインスイーブロック、かなり少ないですね。さらに、希少なプラズマ友情を持ってるんですけども、現環境、普通のプラズマは強力な友情ではないですね。で、あと SS の火力もね、これ結構低いし、しかも動けないっていうのが欠点なんで、まあ、アイテム回収もできないし、まあ、SS はそんなに打つ頻度ないかなというふうに思います。前まではなかったんですけども、ちょっと前にできた、劇究極のペンネファウンティっていうキャラがあります。そのキャラがマインスイーパーアンチブロックを持ってて、しかもね、爆発で SS も優秀というところなんで、まあ、そのキャラを運極作ってる方は、そっちの方が優先して使うかなというふうに思うんですけども、まあ、運枠さんとかでやる場合ですね。だったら、まあ、沖田総合とも相性がいいんで、まあ、組み合わせてあげるのもいいかなというふうに思いました。ペンネファウンティが出ちゃったからね、出てなかったらもう最高だったんですけども、出ちゃってるから、ちょっと評価が下がってます。次は土方ですね。おすすめ度1でございます。アンチワープ、アンチダメージオールの貫通タイプで、貴族性の中でもね、超希少な性能なんですよ。ただ、SS はね、ターンめっちゃ重めで、追撃系なんですけども、まあ、火力はそこそこ出ます。ただ、まあ、通常降臨向けですね。でも、この SS がたまらないんでね、その通常降臨では。だったら他のキャラ使うかなっていうところですね。で、あと、本当にスターレーザーも範囲があって当たりにくいっていうところもあるんで、しかも第1弾の復刻は初歩だけなんで、こいつはね、直ドローなんですよね。うん、集めるのが超大変なんで、これはもう優先度低めでいいかなというふうに思ってます。現状やっぱ使うところがほぼほぼない。無理して作る人は全然ないかなというふうに思いました。近藤勲、こちらもおすすめ度1位になってます。アンチワープ弱点キラーで、まあ、殴りの火力は強いです。ただ SS 友情コンボともに結構ね、活躍が難しいっていうところがあるし、あと代表キャラがね、めちゃくちゃいるんですよね。アンチワープのみの対応なんで、代表キャラがめちゃくちゃいて、もう別にこいつを無理して使う必要ないかなというふうに思います。仮にデーバだったのようなクエストがワープ主体で出た時はめちゃくちゃ強いんですけども、まあそうなった時もね、まあ、最近だったら強キャラもいっぱい出てますし、なんか本当に接待使用が難しいんですよね。もう弱点1個でそこにはまれば絶対敵倒せるようなクエストとかだったら優秀なんですけども、まあ、そういうクエストはそうそう作らないと思うんで、活躍が難しいかなというふうに思いました。やっぱりなんか第1弾って感じの性能ですね。こうやって見ると。最後、おすすめ度1の高杉でございます。こちらは、アビリティなし、ゲージでアンチ重力バリアと SS ターン短縮を持ってます。超究極前提で作られたキャラなんで、性能がかなり抑えめになってます。まあ、最近そういうのは作ってないですよね。最近また別キャラとしてちゃんと確立してるんですけども、昔はこういう感じでした。まあ、性能低いし、ただただ運極数を盛るために現状は作るっていう感じですね。まあ、ラッキーモンスターも今回だけだと思うんで、まあ、頑張って作っても今後は活躍しそうにもないんでね、ただただ運極数増やす、猛暑力増やすとしての使い道かなというふうに思います。うまくとしてはまあ使わないですね。前回高杉、新杉買ったけども、運極作れてないよって方は、まあ、こっちにね全力で混ぜてもらって、まあ、こいつはもちろんおすすめ度3っていうか今回紹介したいんですけども3なんであれなんですけども、もし仮にこの動画出した後に復刻するっていうことがあるならば、これはもちろんおすすめ度3になってます。まあ、分かんないですけどね、復刻するかどうかは。まあそんな感じでやっぱり第1弾のキャラは第1弾かなっていう感じの印象ですね。
やっぱ第2弾がかなり優秀っていう風に感じました。特にね、超究極のこいつカムイさん作ってほしいなっていう風に思いますので、まあカムイのね超究極攻略も時事無課金で頑張っていけますので、ぜひ動画の方も見てください。それでは今回ね、まあ、特に第1弾のキャラは初歩のみでしかできないんで、まあ、優先順位皆さん自分自身で決めてもらって、この動画も参考にしてもらって作っていただければなというふうに思います。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではバイバイ。